って床屋さん美容院美容院、ヘアドネーション しようと思ってるので31センチまで伸ばすの。素晴らしい、うん、人生最初で最後ね。まあそんなに伸びるもんじゃないからね。いや割とおじいちゃんでロン毛かっこいいですよ。そうですね、抜け毛もそうだけどもうダメだよこれ。でもほら長い方が抜けた髪拾いやすいじゃない。すっごい抜けるだよ、ね、逆に掃除大変なんですけどね。そうそう、すごいもん本当。掃除機が吸わないのよ、うちの次女なんか髪長いからね。ああ若い女性でもそうなんですか。若い時も抜ける、ね、抜ければ抜けますよ、抜けるポイントが違うだけで、うん、抜けてもほら生えてくるから若い時は。ちょっと何の話してんの。とりあえず仕切り直した方がいいかな。皆さんこんにちは、今日の翻訳者座談会は、私が講師ともに仲良くしていただいている山川さきりさんです。よろしくお願いします。こんな始まり方でいいのかしら。さきりさん、ちょっと簡単に自己紹介をしていただけますか。翻訳歴が15年ぐらいで、まあ、英日日英を当初からやってます。で、はい、まあ、自己紹介すると下手になくなっちゃう。で、3年前から法人化して、やってるんですけど、もともと結構インハウス経験が長くって、はい、最初3、4社、派遣で、2年とか、まあ、短いところだと半年とかで、うん、何社か行った後に、前いたその結局7年近くいた会社に、30代前半で会社員で入って、で、その後、また、フリー一本に戻って、そこから法人化っていう流れですね。うんうん、私がさぎりさんに出会ったきっかけは、そもそもあの共通の友達がいて、翻訳者さんのね、でさぎりさんの名前は聞いてたんですよ。でめちゃくちゃ面白い人だよっていうのは聞いてたから、ずっと会いたかったんです。でちょっと待ってください、誰ですか。後で教えてあげる。それで、ああさぎりさんに会いたいなって思ってたら、あの私の英訳の大先輩から、どうも山川さぎりさんが英訳者探してるみたいだから連絡してみたらっていうのを、ほぼ同時に2人の方から言われて、これは運命じゃないかと思って、で早速さぎりさんに連絡させていただいて、で一度お会いしましょうみたいになったんですよね。違いましたっけ、仕事が先でしたっけ。ちょっと私思い出せない。一応仕事が先で、それが一旦クローズして、いや、あの、まあ、めでたしってなった後に、うん、一度会いましょうって確か和樹さんの方から言われて。そうですよね、そうそうそう、はい、でいやそういうあのエージェントでのアップスタイルなのかな、そういう人なのかなって思いました。なんかなぜ会いたいかなと思ったのは、そのさぎりさんとはもちろん仕事させていただいたときにメールとかいろいろやり取りするじゃないですか、はい、でテンポが私すごく近いなって感じたんですよ。そのメールの返信の速さとか、もうすごく反応が、はい、あっという間に反応してくれるからすぐ終わっちゃうんですよ、その懸案事項とか、はい、でわもうめちゃくちゃ会いたいなと思って、それで初めて神保町の本屋さんで待ち合わせして、はい、お会いして、そのまま確かカレー食べに行ったんですよね。ですね、懐かしいですね。そこでもうカレー食べてるのか喋ってるのか分かんない頃喋り倒して、その後カフェ行ったのかな、確か行きました、行きました、はい、でカフェ行ってマラソンで喋り倒して、もう本当すごく楽しく半日ぐらい一緒にいましたよね。初めて会ったの、はい、ね、何してきたんだっけ私たちみたいな状態でした、ね、そう なんかなんだこの楽しいのはみたいな感じで、でその後ちょくちょくランチとか、はい、お茶とかで出かけたりとか、はい、あといろいろね、はい、情報交換をして、はいはい、このメガネもさぎりさんに紹介してもらったメガネ屋さんで同じところです。同じところです。私ブログに書いてるので気になるんだったらちょっと見ていただけるといいと思います。っていうそういう出会いなんですよね。でテリーさんはさぎりさんといつ、もう思い出せないくらい昔だよね。全然もう10年は軽く超えてますね、どこだろう。そもそもテリーさんが業界でやたら顔広いので、あの何かしら集まりに行くと必ず名前があるみたいな状態だから、うんうん、昔はね、昔は、今は全然だけど、そうだ、引退した人みたいな、重鎮みたいになっちゃってるから。いやいや、そのままやめてください。全然そういうことはない。
まあでも、さぎりさんと会った時のインパクトはやっぱりすごかったよね。うん。うん、もう話、会話してるんじゃないんだよ。一方的にこうセミナーを聞いてる感じなんだよ。さぎりさんがずっと喋ってるんだよ。その中にいろいろとこう、ヒントになるような、こうね、そうそう気づくような、いろんなことを言ってくれるので、うん、もう、うん、それを聞いて収穫してるのが精一杯。こっちから何か出そうなんていう余裕がないっていうのがなんか私いつも後で最初に会った時のインパクトすごかったって言われるんですけど自分は何喋ったか覚えてないんですよまあそれだけいろんなものを持ってる人なのでそう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 今日はきっと相当面白い話になると思います。もうね、人間的にもすごく魅力があるっていうかとにかく面白いっていう一言で片付けられないですよねそうそうそう、うんうんうん、ありがとうございますいや私も相当おしゃべり好きだけど、さぎりさんにはかなわないですよね。僕、何でないですよ、おしゃべり好きだね。2人がプライベートであって、お話倒してるところのそばで、ただぼーっと話を聞いていたいなと思うんですけどね。あ、一回そういう場面ありましたよね。私たちが延々しゃべってる横で、ある翻訳者の重鎮さんが横で、ほうみたいな感じで聞いてらっしゃった場面が今ちょっと思い出しました。今日はそのノリでいきましょうよ。うん、そうなっちゃうかもしれませんねぜひぜひ、はい、じゃあさぎりさんを紹介させていただくときってどう紹介すればいいんですか、はい、翻訳会社の経営者であり翻訳者である山川さぎりさんという感じですか、はい、ですね、っていうのが一番分かりやすいと思います、はい、まあ、なんか他のビジネスにも今ちょろちょろ手を出そうとはしてるんですけど、それもねまた面白いんですよね、はい、なので今日はまあそうですね、まあ、いろんな方が見ていただいていると思うんですけど、まあ、これから翻訳を始めたいなという方もいれば、今バリバリ翻訳者として活躍されている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そもそもさぎりさんがどうやって翻訳者になったのかっていう、まあ、ちょっとさっきね、はい、軽くお話しいただいたんですけど、きっかけみたいなものってどういう感じだったんですか？結構入り口マイノリティで、まず翻訳学校行ってないんですね。はいはい。で、もともと英語力、日本語力自信があったので、うん、まあ、お金もなかったし、うん、今更スクールなんか行くの嫌だっていうので、うん、勉強させてくれる現場を探すっていうところから、はいはい、でそれで学生時代に塾講とか家庭教師とかよくやってたので、うん、本当は国語を教えたいのに英語ばっかり回されるんですけど、あまあ、結局英語数学算数が一番ニーズあるから、うんうん、で理系ダメですって言うともう英語一択みたいな。で、さぎりさんって帰国子女ですもんね。あ、そうですそうです、うん、高校卒業まで海外で、まあ、半分ぐらいが英語圏、はい、で学校は小学校がやたら天気良かったんで3校またがってるんですけど全部日本人学校 で中学高校が英語のインターナショナルスクール、うん、まあそこそこバランスがいい感じに結果的にはなってるんですけど、その英語と日本語で法学部でしたっけそうなんですよ。で、なんとなく手にヨーロッパのなかった影響もあると思うんですけど、大学に入るイコールそのなんか手に職をつける前段階っていうイメージがすごく強かったの でそれで、まあ、弁護士になろうかなと思って法学部入ったんですけど、入ってみたらめちゃくちゃ合ってなくって、なんかこれ入るとこう入る群れを間違えた感じ、なんかはぐれてる子、入学してもうすぐ気づいちゃったんですか大学に。やっぱ1年目とかはちょっと浮かれてるし、うん、まあ、その専門の勉強よりも一般教養とか、はい、で語学でイタリア語やってハマったりとか、でそっちでそこそこ忙しいからそんなでもなくて、ね、2年目あたりから今ロースクールありますけど、当時は小試験予備校、まだギリその世代なので、うん、行き出してなんか違うし、法律の勉強面白くないんだけどどうしようってなっちゃってそれで迷走して、結局私何がやりたかったんだっけって、で、放送を目指してる周りの人見ると明らかにタイプ違うんですよ、自分と。うん、なんていうか、こう、人としての属性とか価値観が全く違うので、はいはい、私こんな安定志向じゃないし、地元帰って仕事したいから弁護士になりたいって、何それみたいな、何その意識の低さとか思っちゃって。なるほど。もちろん同じ大学で最終的に放送になった人でも、飛んでる人もたまにはいるんですよ。大阪出身なのにわざわざ東京出てきて、変わった会社ばっかり渡り歩いて、社内弁護士でみたいな、まだつながってる人で、そういう人とかもいるんですけど、まあでもやっぱ8割以上はすごく地元志向、安定志向、地に足つきまくってる人ばっかりで、変わったことやろうみたいな人は全然いなくって、で
なんか六方形の勉強面白くないし、あの放送を目指してる人は明らかに自分と毛色違ってて、なんかあんまり馴染めない感じだし、これ入るとこ多分間違えたなと思って、ただ他も例えば文学部とかも調べたんですけど、どうせわざわざ日本の大学帰ってきてる感が強いので、あの日本で文学やるんだったらもう日本文学一択でしょうと、あのイギリス文学とかやるんだったらなんで向こうで進学しなかったんだって話になっちゃうので、でまあ近代、まあ、漱石鴎外以降の日本の近代小説はすごく好きだったので、そこら辺やろうと思ってちょっと調べてみたら、あの近世か中世かって世界なんですよ、あのそっちの方なので、鴨長明をやるのか源氏をやるのかみたいな世界 で帰国子女の特徴の一つとして古典苦手っていうのがあるんです。確かにもうあのなんだっけ、あの共通テスト、あの全国一律やるやつあります、はいはい、あれ海外の日本人学校、全日制の日本人学校とか補習校でも受けるんですけど、あのこれはもうフィーリングで乗り切ってました。文法とか勉強せずに多分こんな感じだろうみたいな、あの日本語、あの母国語話者ならなんとなく分かる部分ってあるじゃないですか、はいはい、想像がつくと、あの類推してこれ多分現代語で言うとこのこれだなとか、多分この語義は今よりもっと広い意味合いで使われてるんだなとか、でそれでなんとなくあのなんか半分分かってる外国語を理解するような感じで、コムは乗り切っちゃってたんで、はいはい、これちゃんとやるのは無理でしかもそんなに興味ない現状鴨長明も、で近代文学やらせてもらえないんだったらそっち国文学とか行ってもしょうがないなっていうので、行きたい学部もないから結局転部することもせず、後から考えると経済行っとけば結構面白かったのかなって気がするんですけど、であの経営学とかその数字がっつりマクロミクロとかよりはそっちよりちょっと文系寄りの経済科目をあのゼミとかで受けるとか、もっとそっちメインで経済学部行くっていうのは一つの選択肢だったかなと思うんだけど、まあそれは社会人になったから分かることで、で結局法学部に席だけ置きつつ、何やりたいか分かんなくなっちゃったんでバイトし倒してたんですよ。おあの、はいはい、まあ、なんか放送なんか違ってなったけど他の選択肢はあんま考えてなかったので、そしたら何やりたいか一から探さないの、探さないとっていうなんか一種原理原則論に立ち戻って、でやったことは割と普通にバイト、でもなんか深夜の、いや深夜の棚卸しバイトから、あの普通にあのインターナショナルスクール通ってるこの家庭教師とか、あの塾とか教育産業系は割がいいっていうのもあってバイトとして、結構一通り、資格結構その中で一番割あなんかこう相性いいなと思ったのは、あの賞に合ってるなと思ったのは、試験の採点員、これって一種構成業なんですよね。はいはい、確かに、はい、でなんか、試験問題に問題があるのを一回発見して、大手の中学受験塾で、あの中学まで対応してたので中学受験メインなんですけど、あの関西の御三家の一つで、英語担当の採点員を結構ベテランでやっていて、そしたらあの問題自体に、いやこれあの4択から1つ選ぶ形になってるのに解釈次第では回答2つあるよねっていうのを、それを指摘したら報奨金が3万出てうっかーってなったことが、なんかそういうシステムになってたんですよ、そこの仕事が。問題に何かあのこう歌詞を見つけた場合にはあのそういうボーナスが出るっていう。で、あとは試験監督も結構好きでしたね。はいはい、あの時間きっちりあの区切ってこう進行進めていくみたいな、ね、でなので採点員と試験監督は現場まとめる仕事もちょろっとやりました、うんうんうん、そこからどうやって翻訳に行くんですか。いやでとりあえずそれで、そっち系なら一応あのできるので、うん、まあ、大学中退したんですね結局、うん、なんか卒業する意味を見出せなくなっていや入学した当初は私3回生で現役合格して、司法試験に中退するわって周りに言いまくってたんですよ、あの入ってみたら一般教養って結局すごい時間の無駄で面白いんだけど、わざわざそんな学費払って時間使って勉強するほどのもんじゃないじゃんって、これ語学以外何も新しく身につかないじゃんっていうので、うん、うわ一般教養無駄ってなって、うん、もう私サクッとあの試験だけ受かって、あの大学あのとっととあの中退するんでって言ってたのが、はいはい、結局ダブって8年かないて、で中退だけ実現したっていう、マックスだったわけですね大学に。マックス裏表両方行っちゃったんです。裏表
卒業する前にもう翻訳に関わってたんでしたっけ？あ、そうです、そうです。結局いろんなバイトし倒す中で、あのワンコイン英会話とかあったじゃん。まあ今もあった、はいはい、ああいうところで、割とその日本人の講師も積極採用する、英語力次第ではっていうところが大阪にあって、でそこでもバイトしてて、まあ、なんかあのオーナーが趣味でやってるような感じで全然儲かってなかったんですけど、で、そこの常連さんにどっかの大学の非常勤の先生がいて、でその方はあの来年度更新するためには海外に論文を発表しなきゃいけないんだけど、私英語できないと、誰か訳してくれる人いないっていうのが常連さんなので、オーナーに話が来て、でそこでそういうスタッフやってる中で一番そういうのができそうなのが私だったので、で話が来て、だからあのまだ半分、前半分しかできてない論文の英訳っていう案件が初案件です。あの後半後から渡しますんでって言われて、で、あの一定の期間内にこう提出しないと、その提出期間があるから、そうですよね、それお尻は決まってるんですよ、なんですけど物はまだできてない、で前半と後半で全然内容が違うものを来て、あの完全な継ぎはぎ論文で笑っちゃいましたけど、あの都市形成論とか建築 の、 あの都市論寄りの、でほぼあのすでに出てるものをちょっとまとめただけっていうのに近いような、これ論文って呼べるのかみたいな白物でしたけど、まあ、無事一応提出実績は作れて翌年度の更新はされたって話だとか言ってました。それが初仕事で、なので京都の24時間営業してるあのネットカフェにこもってやってましたね。もうもろ学生の仕事を。でそれでちょっとなんか手応えみたいなのあったんですか、翻訳の。あ、そうなんです。で、あの面白かったのと、これ結構私いけるんじゃないかっていう手応えがあったので、もともと頭の隅どっかにあったんですよ、あの、おばあちゃんになったら翻訳したいみたいな、その分かります、何かイメージ、はい、あの仕事にもう定職にはついてて、でこう一通りあのもう定年退職とかした後に、第二の人生あの出版翻訳をやりたいとか、そういうのはあったんですね。でまあ、なんかもともとメインでやろうと思ってたその放送がダメなんだったら、なんかこう2番手3番手で考えてたものを繰り上げるしかないんじゃないって、であの大学でそもそも手に職つけようと思ってたけど、あの大学でそれがつかなかったんだったら高校までで持ってるもので勝負するしかないんじゃないかっていう発想で、でまあってなると、私ほぼ語学力とかちょっと心理学かじってたとかそれぐらいしかないので、もう高校までで選択した科目かその学んだものしかないじゃない すごい合理的な考え方。まあ、あとも学生なのである意味視野が狭いんですよね、世の中知らないから、もっと適性とか広く考えればいろいろあると思うんですけど、そこまで見えてないので、普通に手に持ってる、その手に職的なもので常にある自分のスペック考えると、ここしかないじゃん、言葉しかないじゃんって、でそれで、まあ、1回やってみたら結構いいあの手応えがあったので、あこれでいこうと思って、でちょっと調べてみたら関西ろくに仕事なかったんですよ、翻訳の。でなんかあっても安いんですね、なんか中国から骨董仕入れてるお店の中日翻訳とか、えこんなんでいくら、あのちょっと東京より物価安いとはいえこんなんで暮らせんのみたいな給料だったりして、で、まあ、見てたのがハローワークだからより良くなかったっていうのあると思うんですけど、ネット検索もしてハローワークとかも見てみて、であなんか圧倒的に首都圏に集中してるっぽいって思って、で実家はこっちだったので、じゃ あ、 あのちょっと関西暮らしに、京都暮らしにはすごくあの、まあ、名残惜しいけど愛着があったので、でもし弁護士になったら向こうで事務所開こうとか思ってたんですよ、学生の時。東京に来られたんですね。そうなんです。で仕事はこっちにしかほぼなさそうだっていうので、もし駆け出しで勉強させてもらいたいと思ってるので現場で、それで、まあ、こっち戻ってきて、で私逆にこのルートで入らない人なんでなのっていつも思うんですけど、